それでは、今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回は主にその拡張有形と誤助法のまとめと、それから応用例の最初の応用例としまして連分数展開の話をしました。で、今日はまた異なるその拡張ユークリッドの誤助法の応用例の一つとしまして、方逆群の計算の話をしたいと思います。で、テキストですと、59ページのセクション 4.7 からになりますので、そちらをご覧ください。方逆群というのはそのモデュラーインバースというの意味です。詳しくはこれから説明します。で、その方逆群なんですけれど、まず R として可換化を取っていきます。それから、i を r の i であるとしまして、そうしますと、この r と i に対して、この r を i で割った常用感というのを考えることができます。で、この剰余感の言語を一つ取ってきて、それを A と置くんですけれども、で、この剰余感 R オーバー I の言 A が単元の時ですね。単元の時というのは、一応定義から思い出しますと、単元というのは情報の逆円を持つということでしたので、この A が情報の逆円を持つときと言い換えることができます。より正確に括弧内の言葉の対応付けをするためにちょっと書き換えましたけれども、A が単元すなわち情報の逆円を持つときに、その逆円を実際に計算しましょうというのが、ここでいうそのモジュラーインバース、方逆円の計算です。一応ここでその逆円と書きましたけれども、より正確には、イデアル i を法とする、この A の逆円ですね。
を、まあ、ここで計算しようというものです。で、まあ計算法はいろいろあるかと思いますけれども、とまあこの授業で取り上げたのは当然ですけれども、この方逆円の計算に各種ゆっくりとご助法が、まあ、有効であるという話をこれからしたいと思います。で、まず最初に述べますのが、のテキストにはあります定理 4.50 という定理 で、これはその実際に、今目的とする方逆円の計算にその各種ゆっくりのご助法が利用できるということを、まあ、主張するものです。今、じゃあ定理の内容を順番に、追っていきますけれども、まず R と D をユークリッド正規とします。それから、あと A と M を R の原理とします。で、この時ですね、まあ、A モード M という書いて、これはその、まあ、M を法とする A の常用類ですね。A と、その M を法として A と合同な常用類という意味なんですけれども、この場合は、R を、まあ、NR で割ったような常用感の源で、で、まあ、もともとは、これ実際には、その A と、その、まあ、そうですよね、M でその割った際の乗与が、まあ、A と5等しくなるようなものですね。そういう意味での合同なんですけれども、まあ、そういう合同な元からなる、その、まあ、いわば一つの集合なわけなんですが、まあ、その見方によってはその中の代表源としてこの1個 A を持ってくるという見方、やり方もあります。まあ、どちらでもいいんですけれども、でこの源が、単元、すなわちこの、R R オーバー M1 ですね。ここにおいて、その情報の逆円を持つことの、その必要十分条件として、A と M の GCD が1である、すなわち互いに素であると。A と M は互いに素であると。R 上互いに素であると。ということが言えます。でさらに、この時というのはすなわち、その、この A モード M という乗用類がその単元であればですね、単元である時に、拡張ユークリッドご助法を用いて、
今考えているその常用感 R over MR におけるこの A を A と合同な常用理ですねの逆減B を計算することが可能です。すなわち、ここで計算される B というのは、A との積が M を法として1と合同になるというものですね。そういう B を、こういう A が存在したときに、こういう性質を満たす B をこの拡張有形と互助法を用いて計算することができると。で、この B というのは実は今まさに求めたいと思っていたその A のこの M を法とする逆減であるというのがこの定理の主張です。で一応基本的な内容だとは思うんですけれども、一通り証明の方を確かめていきたいと思います。まず、この常用類ですね、A と合同な常用類、A を、もしくは A を代表にするような常用類、A モド M が、これ、証明ですけれども、この常用感の単元であるならば、それは次のことと同値であるというんですが、あるその R の元 S が存在して、S と A の積が M を法として1に合同ということになります。単元の定義ですけれども、A が単元ということはその A が逆減を持つということですから、そうすると乗法の逆減ですね、乗法の逆減を持つということですから、こういう、S が存在すると、つまりこの場合はその S が A の乗法の逆減になっているということで言われるわけです。で、ということはこの SA が、これはその SA をこう、言い方を変えれば SA を M で割った常用がちょうど1になるということですから、この SA-1 はM で割り切れると、SA が、もちろん M より大きいということを仮定しますけれども、ということは、あるR の元マイナス T が存在して、SA マイナス1が割り切れますと。で、それがちょうどどう割り切るかっていうと、小がちょうどそのマイナス2になるように、SA マイナス1を割り切ることができますというふうに思います。で、ここまで来ると、多分、多くの人は、これをこう変形していけばいいんだなっていうのは分かると思うんですけれども、多分その通りで、この場合ですと、その、右辺のマイナス ty の m っていうのを左辺に移行して、で左辺のマイナス1っていうのを右辺に移行すれば、よく見かける式になるわけですね。
この SA プラス TB イコール1というそういう関係式が出てきまして、でまあこれはそのまあここでは詳しく扱わなかったかもしれませんけれども、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。こう、B じゃなくて M ですね。すみません。まあ、こういう関係式を満たす S と D が存在するっていうのは、結局、その A と M が互いに相であるということと同値だと言えます。ということで、一応定理の主張の、この同値の部分ですね。この部分が、このような段階を追って示すことができます。で、まあ、ついでに、言いますと、まあ、これまでやりました、その拡張ユークリッドのご助法から、この S と T が、拡張ユークリッドのご助法によって計算できるということも分かります。というのが、まあ、この定理の証明です。ここまでよろしいですか？で、一応その、まあ、この方逆円ですね、がもし存在すれば、それが拡張ユークリッドのご助法で、まあ、計算可能であるということを今述べたわけなんですけれども、じゃあ逆にその A と M に対して拡張ユークリッドのご助法を計算した結果ですね、結果から何が言えるかっていうのをちょっと注意しておきますと。一応この記号を一回どういうものだったか思い出しますけれども、 EA っていうのはこの A と M によるそのから生成される計算する拡張ユークリッドのご助法でした。それによる3つの数字が並んでますが、 R はその剰余ですね、最終的な剰余で、それから S と T はそのまあ、上にある関係式のようなその、まあ、先週説明しました余因子と呼ばれるものですね。A にかかる係数と、あと M にかかる係数、それぞれを S と T と置いているわけです。で、この場合に、まあ、R がもし1であれば、これは A と M が互いに素であるということを指しますので、この時には、S ですね、S の方ですね、もしくはその S を M で割った乗用として代表現を新たにしてもいいですけれども、この S モデル M が、今考えている乗用感における A の逆転であるということが言えます。で、一方で、まあ、R が1でない場合っていうのは、これはその A と M が、自明でない GCD を持つっていう場合ですので、まあ、この際にはこの A がですね、この乗用感、この乗用感においてその単元ではないと
ということを意味しています。モード M は、乗用感 R over M R においては単元ではないと。したがって、この場合は情報の逆には存在しないということは言います。ここまでいいでしょうか。でせっかくですので、こういう話はちょっと実際に少し計算例を見ていった方がこう理解につながると思いますので、少しその計算例を取り上げてみることにしましょう。次のテキストですと、次の60ページにその例題や問題が何台か並んでいますが、今日は、そのうちのいくつかをその取り上げて実際にいろいろ計算してみようかと思います。まず最初に例の 4.51 というのがあります。これはテキストの60ページの、冒頭にあるわけですけれども、この例題はどういうことをやるかというと、 R は整数間で、それから M は29で、それから A を12としましょう。ですので、M イコール29を法として、A イコール12の、情報の逆円が存在すれば求めなさい。いう例題ですね。で、一応ちょっと、皆さん数学類、この中で数学類の人は多分問題ないと思うんですけれども、まずこの A イコール12に逆元が存在するかってことなんですが、一応ちょっと聞いてみましょう。存在するという人。はい、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 OK ですね。それからもっと強いことが言えますかね、この M に関しては。この今 M の値が29なんですけれども、この逆元の存在に関してもっと強いことは言えるでしょうか。一応確認ですけど、29って確か素数でしたよね。素数ですよね。
ちょっと今ちょっとまだ風邪で頭が少し回復してないんで、ちょっとぼーっとしていて、あれ29って素数だったかな、素数じゃなかったらちょっと僕の目論みは外れてしまうんですけれども、M が29だともう少し強いことが言えるんですが、誰か分かる人います？じゃあせっかくですから、ちょっとこの辺で後ろの TA の方に模範解答を聞きたいと思うんですが、強いことっていうのはどのくらいです？強い。ああ、強いというのはだから例えば今 A が 12に対しては逆円持つってことは多分言えるわけですよね。でもっと一般的に例えばこのR over MR の弦っていうのは結局その、まあ、0から28まで の、はい、自然数の集合とまあ、こう対応付けられると思うんですけれども、どう違うと思うんですけれども、だからこれらに関してこれらに、ね、例えば逆円がどういうふうに存在するかっていうこと。ああ、もう少し詳しくそれをちゃんと数学的な言葉でどうでしょう、うん、そう単位になってる、そうですね、そうです、そうです、はい、そうです、単位になってる、うん、すなわちそうそう、ゼロでない全ての弦が情報の逆円を持ってるんですよね。なんでかっていう と、今この29は素数だから、そうするとこの中のそのまあ、全部のか、少なくとも非ゼロの全部の弦とは互いに素であるということですので、まあ、M が29の場合ですと、その0でない全てのこの乗用感の弦は単弦であるということが言えるわけです。ですと、すなわちそれは、これが単位になっているということを言っているわけですね。ということですので、一応、少なくとも数学類の皆さんは、ことごとくらいは、こういう事実ぐらいはこういうドンが出たときにピッとうまくつながって頭の中につながってほしいなというふうに希望しております。また、まあ、それ以外の専攻の皆さんもですね、もしかしたらこういう知識を例えば、まあ、符号ですとか情報の理論の中では出てくるかもしれませんので、まあ、参考にされるといいかと思います。まあ、いや、とりあえずすみません、ちょっと話がそれ。ちょっと、まあ、ややずれてしまいましたが、どうも、新井さんありがとうございました。はい、ちょっと話が逸れてしまいましたが、とりあえず、まあ、12の逆円が、まあ、一応我々の知識では存在するはずだということですので、実際に、じゃその存在する逆円を、今度は手順通りに計算しましょうという話ですね。それをちょっとやってみましょう。そうすると、先ほど の、 その定理に従いますと、そのじゃあ、12の29を法とした逆円を計算するには、この29と12からその実際に、拡張有給のご情報でこう計算していきましょうというわけいうことになるわけです。で、まあ、一応、まあ、教科書テキストの方にはこうその結果だけバーッと書かれておりますけれども、まあ、実際に多分皆さんはやるときは手でこう一つ一つステップを追ってやった方が理解のためには役に立つと思いますし、実際に僕もそのようにやりましたが、まず R と S と T を順番に計算していきますので、まあ、R の0をまあ29としまして、あと S0 と T0 はまあ定義通りですね、拡張有給のご情報の定義通り S01 として T00 としましょうと。それから
もう一個の2個目の弦を用意するんですけれども、R1 を12と置いて、S1 を0と置いて、T1 を1と置くというのが、ここまではその、拡張有機の誤助法の初期設定でした。で、まあ、I イコール2の段階から実際の、序算を始めます。I イコール2ですので、R2 っていうのが、その、R0 を R1 で割った、徐々ですから、これ29を12で割るわけですね。そうすると、ちょうど5になる。で、この時の小が2です。で、それから、今度は S2 が1になって、T2 がマイナス2となります。で、今度は i が3の時ですけども、今度は r の3の計算は、r の1を r の2で割った乗与を求めますから、12割る5ですね。そうすると乗与が2ですか。乗与が2で、小が今度も2で、それから、S の3っていうのは、その R の3を求めたように、S の1から、S の2のこの92倍を引きますので、S の3はマイナス2。それから、T の3ですね。T の3は、T の1から、9にかける T の2を引きますので、T の3は5になります。で、今度は R4 なんですけれども、R4 は R2 を R3 で割りますので、5を2で割るわけですね。そうすると、乗与は1になって、9、3は2になります。それから S4 は S2 から93かける S3 ですね。93かける S3 を計算すると S4 は5になりまして、 T4 というのはT の2から、Q の3 T の3、あ、ごめんなさい、 T の2から、ごめんなさい、T の2から T の3かける S の3ですね。計算するのでこれマイナス12。で、最後、i が5の段階で、
R の5を計算すると、これはの2を1ではありますので、必ずこれ割り切ると、余りが0になるわけですね。そうすると、一応この余りが0、R の J が I が0になった段階で、一応、これは計算終わりだなってことに気がついて、で、この一つ前の、この I が、4の時の、この R と S と T の情報を出力すればよいということになりますので、ここからですね、一応、黒板を分けて、I が4の時の結果を出しますと、一応まあこれに代入することになりますので、そうすると逆です。Q4 の F。そうすると、Q29+Q4 はマイナス12。で、これが中央ですね。で、これを計算しますと、実は正確に1になることが分かると思います。と思った人はちゃんとこれ計算してみてください。で、今これ29が M でして、それから12が A ですので、これをちょっと移行すると、一応これからですね、これを合同式で表しますと、マイナス12かける A というのが29を法として1に合同になるということを表しています。で、このままの表現でもいいんですけれども、一応この常用感の中で代表現を全部正に取ってくるという、取ってきた方がいいというのであれば、このマイナス12っていうのは、17とも合同ですから、そうしますと、この場合は、その17が、29を法とする、12の逆形である。求めることができます。ここまででしょうか。じゃあそれでは
もう1台ですね、問題 4.53 というのをここでやっておきたいと思います。これタイトルつけるとしましたら、その代数的数を用いた実数の逆数の計算です。で、まずここでは、アルファという、これは、そうか、実数とかいいのか、代数的数を用いた、数ですね。アルファというのは、次の方程式の根の一つとします。と、x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1ですね。で、これは代数学の基本定理から、この方程式は3つの根を持つと。ということが分かっておりますので、このアルファはこの方程式の項の一つとします。少なくとも、複素数上にこの3つの項が存在するということですね。で、でこの時、一応有理数対 Q にこの今定めた α を転化した体というのを Q の括弧 α と呼びますけれども、これはQ を拡大した体の中で、この α を含む最小の体ですが、そんなに難しく考える必要なくって、もちろん複素数全部を考えてもこの場合はいいです。で、問題はないです。で、とにかく、一応この α がですね、こう入っている世界の中で、この α2 乗プラス α の逆元を表しなさいと。で、どういう形で表すかっていうと、この α の二次式ですね。A 倍の α2 乗プラス B 倍の α プラス C で、A と B と C は有理数の形で表しましょう。というのはここで考えるべき問題です。
で、一応、これをどういう、まずどういうその方針に従って考えるかっていうことなんですけれども、今、その Q に α を転化した体というのを考えていたんですが、ここのその任意の弦というのは、実は、その、α の二次式で表されるというのは、もしかすると、皆さん、今の代数の授業でやっているかもしれません。とりあえずその予備知識が全くないという人には、あまり深い知識はここでは要求しないんですけれども、とりあえずここではその α をですね、定義する方程式っていうのが三次式なんですね。で、その三次式の根としてその、定義されたその根をですね、こう Q につこうつけたくっつけた、そういう世界の弦というのは、その元々の方程式の次数が3次でしたので、その α の二次式でこうこの世界の数を表せるという事実があるというふうに思っていただければ結構です。で、この Q の α っていうのですが、実はこの有理数係数の一変数多項式間をその今与えたこの方程式のですね、その fx で生成されるイデアルで割った常用感と同型になるということは なります。で、この fx のそのによって生成されるイデアルをこの割ったこの常用感とは何だっていうことを、もしかしたらその数学類似な人はちょっとピンとこないかもしれませんが、要はこれは本当に割り算をしてですね、割り算をして、そのこれっていうのはその、Q の Q ですから、これ有理数係数 のあらゆる多項式を持ってきたこの世界を考えるんですが、そのあらゆる多項式を FX で割ってみなさいと。そうしますと、その FX は今3次の多項式ですから、その乗与っていうのは必ず2次以下の多項式になるわけですよね。そういう FX で割った余りとして出てくる二次以下の多項式、そういう常用として出てくる二次以下の多項式の集まりの世界というふうに思ってもらえればいいです。で、こういうその対応関係がありますので、どうするかっていうと、この世界で本来考えるべきこの数ですね、この数を考える代わりに、それに対応する世界で、同じ係数の、その、x に関する二次多項式を考えましょうというわけです。で、ここでちょっと一応確認しておくと、この fx っていうのはこの有理数体上希約な多項式ということに注意します。すなわち、有理数係数の範囲ではもうこれ以上その多項式、小さな多項式の因子の積に分けることはできないという意味です。で、それを Q 乗規約っていうんですけれども、この FX は Q 乗規約っていうことから、実はこの世界ですね、でこの、有理数係数の多項式全体をこの FX で割った乗与からなるこの乗与感ですね、これは、実はその単位になると。
ということが分かります。もしくは体を出すことが書きますけれども、まあ、体になることが分かります。でそこで、今逆年を考えたい元の原点のは、ここ元の世界ではこの α を使って α2 乗プラス α っていう形で表せてたんですけども、これをそのこちらの多項式の常用感の方で考えて、x 以上プラス x という多項式を書いてもらいます。でそうすると、この x 以上プラス x っていうのを、ここのその常用感多項式の常用感で考えると、必ずここでは逆円が存在するということですから、これのその逆円ですね、のその逆円を拡張欲求5乗で求めましょうと。でこれで求めたその逆減っていうのが、実は、こちらの その本来求めたい逆減にこう1対1に対応しますよっていうことから、最終的に求めたい α2 乗プラス α の逆減を求めようというわけです。大体ストーリーよろしいでしょうか。だから本来そのこういうその Q ですね、有理数に α を付け加えた単位の上で、その α2 乗プラス α の逆減を計算しようと思っているんだけれども、実はあの世界、この世界というのは、その Qx を fx で生成されるイデアルで割った常用感と同型であるから、こちらの世界で考えようと。そうすると、1変数多項式を扱うことになると。で1変数多項式なんだけれども、実は今、fx が規約な多項式なので、この常用感は対応なすということで、必ずこの常用感の非ゼロの原理は情報の逆円が存在するから、じゃあその α2 乗プラス α に対応する多項式で x2 乗プラス x っていうのをこの常用感で考えて、でその逆円を求めればよいと。でその逆円を求めるのに拡張欲求という語法を使いましょうというのが、まあ基本的な解き方のアイディアと筋道です。これでいいですか。規約っていうのは、はい。ああ、そうです。同じ概念です。はい。はい。そう思っていただけばいいです。そうですね。もう一回繰り返すと、その、先ほどの例題で、m イコール29は素数だったっていうのと、まあ、今の fx は規約っていうのは、まあ、そう同じ役割を果たしていきますね。はい。認めます。で、これも、その、まあ、あとは、その、ちょっとまあ、退屈かもしれない、拡張欲求とご情報の計算なんですけれども、一応頑張って計算しますと、まあ、多分そんなに毎回この拡張欲求のご情報の計算を丁寧にやらない、これ今後はそんな丁寧にやらないと思いますので、一応まだ慣れてない人はこの機会によく見ておいてください。L0 を fx と置いて、 x0 イコール1 t0 イコール0と置きます。でそれからまあ、イコール1に対しては R1 を GX と置いて、11か。S1 を0、T1 を1と置きます。で、まあ、次のステップから実際の序盤に入るわけですけれども、まあ、R、I イコール2においては、
R2 は FX から、X マイナス2倍の GX と。まあ、ちょっとこの辺だけは皆さん後で各自で自分で筆算などをしてこう確認してもらいたいところなんですが、まあ、X マイナス2ですね。これがちょうど Q の、Q の1です。この場合 Q の1ですね。Q の1になりますね。で、S2 が1。それから T2 がマイナス x プラス2で、R2 が、x マイナス1になります。で、次 i が3の場合ですけれども、R の3は GX から X プラス2倍の R2 を引くことになります。でここでは Q2 はR、X プラス2ということになりますね。で、乗与は2となります。で、それから S の3。S の3は、まあ、ちょっと細かいところは省略しますけれども、マイナス X マイナス2。それから、T の3は、1マイナス X プラス2かける、マイナス X プラス2となりまして、まあ、最終的な答えで書きますと、X2 乗マイナス3となります。でまあ、本来ですと、もう1ステップ計算して、R の4が0になって、乗与に0ができたから、これでおしまいって言って、ループを抜けるところなんですけれども、まあ、我々人間はもう少し賢いので、まあ、別に、プログラムもそれなりに賢くできますが、とりあえず我々は、この R の i に、定数ができた段階で、ここで止めて、ループは止めていいんだなというふうに気がつきますので、一応これでループを止めます。そうしますと、マイナス x マイナスね、fx プラス、x2 乗マイナス3倍の gx が2なんですね。まあ、この式でその右辺に定数が出てきたというのを見た段階で、まあ、fx と gx はまあ互いに一緒だということが分かるわけなんですが、まあ、一応両辺を2で割ることにしまして、まあ、FX のその余因子の方は2分のマイナス X マイナスですね。それから、GX の方の余因子は2分の
x2 乗マイナス3となります。で、このことから何が言えるかというと、まあ、こういう関係式がこうその多項式間上では多項式上では得られたわけなんですが、先ほどの元の問題で定義しました α ですね、この fx イコール0の根の一つであるとした α をこれに代入しますと、代入しなきゃですね。代入しましょう。こうなるんですが、実際にこの fα というのは定義から0ですので、そうすると この部分がここに残るわけですね。ですのでこのことから gα の逆二元は二分のアルファ二乗マイナス三、こういう答えに、いいですね、大丈夫ですね、になります。一応ちょっと余談というか、じゃあ本当に gα の逆元があれでいいのかってこう心配な人は、実際にかけて検算してみれば分かります。まあ、ちょっとまだ時間が少しありますので、実際にじゃあちょっと検算までしておきましょう。まあ、一応ですね、α2 乗、2分の α2 乗マイナス3という形で出てきたんですけれども、まあ、定数倍は、構わないというか、その定数倍は除いても性質は分かりますので、とりあえず、まあ、検算ですね、検算をするということにしまして、アルファ2乗マイナス3というのが、今求めた逆円の定数倍でした。でそれに元の数アルファ2乗プラスアルファをかけます。で、まあ、そうすれば結果どうなるかというと、アルファ4乗プラスアルファ3乗マイナス3アルファ2乗マイナス3アルファとなります。で、これが実際にその、1もしくは定数になっているかどうかと確かめるには、これを F アルファで実際に割ればいいんですね。そうすると、一応ちょっとやってみますと、こっちが割られる方の多項式で、割る方は、アルファ3乗マイナスアルファ2乗マイナスアルファマイナス1でしたので、こうなりまして、で、まあ、最初に1を立てて、引きますと、こうなるんですけれども、今度はこれ2倍して引きますと、
こういう結果になります。でこれは、元のそのアルファに関する多項式の、乗算に直して書くと、小がアルファプラス2 で乗与が2ということになります。乗与が定数になったということは、すなわち、ちょうど今本来の逆減の2倍をしたものを割り算しておりましたので、ですので、まあ、乗与に2が出てきたということは、まあ、本来 の逆減をかけていれば、まあ、ここの乗与は1になったはずということが分かると思います。一応このようにして、その実際にこの2分のアルファ2乗マイナス3がですね、その先ほど与えたアルファ、アルファ2乗プラスアルファか、アルファ2乗プラスアルファの逆になっているということも確かめられました。ここまで何か質問ありますでしょうか。例えば数式処理システムのマセマティカでは、去年計算研修を取った人は分かったと思いますが、例えばそのスクエアルートのついた数とかですね、そういったものを厳密に扱えるということを言っておりました。で、実際にはああいった数式処理システムの中では、この代数的数というのは今出しましたようなその定義多項式を実際には扱っています。で、定義多項式を使って、まあ、例えば逆減を計算するとかいう場合には、今のような形で、例えばユークリッドの誤助法、各種ユークリッドの誤助法ですとか、まあ、そういった、いくつかの代数的な性質を使うことによって、その代数的数に対するいろいろな演算を行っております。ですので、まあ、興味のある人は、この辺のトピックもですね、その計算代数でこれから学ぶことができると思いますが、多分その授業で扱えか内容かっていうと、ちょっとそれをやや超えている、どちらかというと、まあ、卒業研究のセミナーとか、そういったところで扱う内容だと思いますので、まあ、興味のある人はちょっと個人的に相談してください。他に何か質問ありますでしょうか。じゃあ、今日は大体これぐらいで、大体時間になりました。で次回はの話題なんですが、テキストで言いますと、このすぐ続きです。62ページのセクション 4.8 にあります、中国乗与算法というところなんですけれども、実は、まだ皆さんには、テキスト配ってない部分なんですが、第3章の中に、中国乗与定理というのがありますので、そことも、兼ね合いも、関連付けもしながら、この中国乗与定理とそのアルゴリズムについて述べていきたいと思います。次回ですね。セクション 4.8 の中国乗与定理とそのアルゴリズムに中心に、説明していきたいと思います。一応先週連絡しました通り、来週は事情により休みということになります。で、再来週がですね、確か19日ですか、火曜日が月曜の授業日になりますので、まあ、僕も忘れないように来ますが、皆さんも注意しておいてください。それでは今日はこれぐらいにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。